Well, this is the living legend, Jimmy Cliff, with the Mighty Crown. Mighty Crown for every schooler. Yo, this is Mighty Crown for every roller. はい、ということで、マイティクラウンドとかもご覧の皆さん、はい、サミティインタビューシリーズですけど、はい、なんと今回は、我々の、はい、出身の国の代表のレペゼンジャパンのアキアサーフィッシュに来てもらってますけど、はい、マイティクラウン TV でございます。オレンジだ。今お邪魔してますけど、アキアサーフィッシュでございます。軽く、じゃあ、今、名前だけ言ったけど、自己紹介お願いしてもよろしいですか。近藤明宏さんです。ひろゆきです。サーフィどちらが長男で、どちらが次男か。僕は長男です。そうなんです。双子でやっぱりあるんですか、その長男。次男というのが次男です。わあ、いろいろ。僕も次男です。いろいろライブ組んできてますけど。はい、ということでですね、軽く質問を何か聞いてみたいと思いますけどですね。まず最初に、なんでジャマイカにいるんですか。レゲブリーズ10回やってもうそろそろ身動き取れなくなるぐらいの切羽詰まってきたんで、最後ぐらいなるほど、同じ意見でみたいですけど、なんで今の、あ、その11年目そのレゲブリーズやったの。冬からあの春にかけて、何がいい。なるほどそこもそれはさておいて、まあ本当にまあ10回やってちょっとレゲブリーズの他の人にちょっと手伝ってもらえることができて、ずっとブリーズやってて時間がなくて来れなくて、今回来れるようになったので、一番やっぱりなんていうやりたいことをやれるところはここ。なるほど、まあ、ちょっとあの自分のこうやれることをやってみよう。 Work to BS、 Forward to BS。そのいろいろやっぱり今こっち来てパートナーで勝負してるわけですけど、でもこの大きな日本との違いというか、現場で一番大きいのは言葉、それだけ。あのあれだね、あのなんていうの、野球選手が日本でやってる選手がメジャーリーグ行って野球やるみたいな、歌の世界だもんだね。その言葉がこう伝えたいことがあればこういけるっていう。言葉の壁がなければ日本人の人は絶対来れると思う。もう俺に対してやれると一歩あると思うんだけど、ただ言葉っていう壁とは言わんけど、ただ日本語喋っとるのと英語喋る、まあ例えばあとは、の違いは、まあ、分かるんです、まあ一応あのアキアンサーフィッシュの視点からね、いろいろ聞いてみたいなっていう。で、何年やってるのか、この DJ は。もうそのだって初めてジャマイカに来たっていうのが1990年、はい、その DJ っていうか、そのちゃんとした形で日本では冗談交じりでやってたわけです。その頃だって91年からジャマイカで始めた話、日本から始めたというか、ジャマイカで、その頃日本にはあんまりなかったもんだから、なんかレゲを訪ねるならそのクラブ行ったりする時代だったんだけど、もう名古屋でその時代クラブでレゲが勝ったことなかったもん。まあ、目指せるジャマイカっていうのが始まる。なるほど、じゃあもう DJ を実際にやっぱやりだしたっていうのは本格的にはまあジャマイカ来てってことですか。そうじゃあ、まあ、日本ではちょっとやってたけど、日本出てたな、アメリカとニューヨーク最初はね、ニューヨークで1曲マークラに作ってもらってメイクジャマイカになる、それを持ってきた。なるほどなるほど、そうか、前来た時と今でなんか大きな違いってあるの感じの。幼稚園が小学生ぐらいになった時増えた、ジャマイカのシーン、ジャマイカのシーンはやっぱり、ね、シーンはまた違う。そうだね、その時のシーンってやっぱ全然空気感が違ったんじゃないかなと思うんだけど、ダンスがまずなくなったの。その当時は俺とはストーンラブメドルミで行くと行けばマイクに行くチャンス、今はね、近いときないことはないんだけど、雰囲気的にちょっと違う。誰でも彼でも DJ がそこで歌うっていうラブダブセットみたいになっちゃう。なるほど、ラブダブセットちょっと説明するときに、それって、それはもう
いつの頃のストーンラブ、ハウスオフレオとかですね。そうそうそう、91年、94年ナインティ。なるほど。それはやっぱり知ってる人はだいぶ少ないので、だいぶ説明見えていますけど、もっと前の人がおるんだけどね、宮井さんとか、うん、来てるんだとか、なおきさんもそうです、うんうんうん、なるほど。その人たちとはこっちでリンクですか、なんか、うん、そう、宮井さんとか、宮井さんは俺がいっぺんニューヨークに人なんですって戻った時にあったのかな、話は聞いてたみたいです、うんうん、でもまあ結局ちゃんとリンクしたのはジャマイカ、ジャマイカの方と結婚されて、その結婚式行ったのもジャマイカだったリアイさんなるほど、深い話をいただきましたけど、まあ今とりあえず今回ジャマイカ来ていろいろ結構系統のダンスとか攻めまくってますけど、どうですかハルドの方は。バン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 Seeing Japanese fans, watch you, watch you, no matter put the pump pants, watch you, watch you, no matter try it out, watch you, watch you, yeah, 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 yeah,プロモーションしてもらってもちょっともうだいぶ前になったんですけど、2008年ぐらいかな、ゴチエっていうところやってて、まあちょっと通らしてもらって出してもらえるっていうのがないので、それをリリースしたの、日本でしかリリースしてなくてだいぶ前に、2006年か7年か、それをゴチエっていうのはゴースルーするわけでちょっと通りますっていう、それはまあ挨拶みたいな、だから、まあ、まず行ったらダンス行ったらちょっと通らしてくださいっていう、で、バンドチームと、で、どうの方が本件の言ってる内容が、その歌を歌う内容がその人たちに近いというか、が共感できる、それと、下からこう、基礎を作ってきたりとか、なんかどっちかっていうと下からやってきたり、やっぱ本場のジャマイカの、どっからレギュラー、レギュラーどっから来たかっていうのゲートで生まれた音楽だからと、まあ、そのやらその立場で言われた、聞いた立場ではないんだけど、本当は、まあそれを俺ら見てきた、経験してきたりとか暮らしてきた経験があるもんだから、僕はその立ち、スタンスでいこうと思って、まだ全部攻めてないんだけど、だから YouTube なんかよく上がっとると思うんだけど、同じとこをいろんなところでやってるもんだから、まずお披露目しておきましょう。そのコミュニティ、コミュニティと、例えばこの間行ったのは BG だ、ブラガー、コリサイ、BG の人で、アーマンとか、ダーマンとか、行ったら、それが礼儀、ルールって礼儀だよ、そこにお邪魔します、ちょっと通らせてもらいます、知らんな、日本から来てるわ、秋田さんって言ったっていうのをこう、こんな操作をしてるでしょって紹介してる。日本で同じようなことやれって言ったらちょっとやれないかな、やれるとこ行けた、名古屋から来た、あ、それだけどって言って、大阪だろう、北海道、東京だろう、九州だろう、四国だろう、行って回ればいい、もう現に今は俺さんを楽しない人のところに行ったときにやりやすいと、そのやる場合によってはそのこっちだとパンなんですけど、日本でこうお客さんを引きつける共感させるネタがあればどこでもしよう。今日本の例えば他のさサウンドマンだったり DJ とかさペイさんとかいたりとかいろんな人たちがいますけど、それその中でどう思う、その人たち結構頑張ってる人たちもちょこちょこいると思うんだけど、昆虫サイドでやってたりとかサウンドのやつがなんか昆虫でやってたりとか、まあ、DJ が結構頑張ってちょっとゲトの方に住んでみたりとか、でこっちの生活をやっぱりこっち来る人に対して、こっち頑張ってる人、こっち頑張ってる日本人に対して、そう、なんかこんなこと言ったら多分失礼かもしれんけど、なんか日本のなんかコミュニティみたいなのがある感じ、なんかグループとかそういうのがある感じ、日本人で固まるのかみたいなけど、金素内ね、その。ああちょっと話が違っちゃう、まあ、あの前活躍してる一人だと小川ちゃんこの間おうちでストリートダンスで、だそういうやってる人たちはやっぱりどう、結局やっぱこう活気づく、やっぱ俺だから、あんまりね人に感化する させることも信州されることも俺ってあんまない、自分は自分たちのやっとることを一歩歩いとるだけで、その人が来たから変わるっていうのは全然ないので、見て応援、あ頑張ってるな、応援はしたいか
とは思うけど、わざわざそっち行って応援するようなこともしないし、かといって来て知らんと思ったわけでもないけど、ただ自分たちのことが精一杯なのが事実、うん、事実ね、その現状は、うん、ただこっちであのいいと思うよ、僕たちみたいに DJ やりたいと思っとる、まあ何人かそういう人たちには会ったらちょっとのチャンスは俺んたらできるじゃん、俺逆にチャンスもらっとんだよね、本当に名前だってチャンスもらっとんだけど、なんかちょっとチャンスがあればと思って俺誘いはしてる、舞台展開とか一緒にちょっと行こうかと言ってちょっとチャンスがあるかというのはいつもやってる。だけど結構逆に日本からの人だとアクセルよりも超えたいところ行きたいと思ってる人が多いと思う、だからあんまり俺みたいな人に近寄ってこんとか、まあ何よりも日本人とつるまんほうがいいよね。ここの現場が邪魔やとは日本でのリンクも大切かもしれんけど、日本人のリンクも大切かもしれんけど、それは日本でやればいいことだと思う。そうこっちへ来て勝負するなら、なるほど。